大丈夫だよ、日和お姉ちゃん。だってほらね。ごめんね。時間だよ、お兄ちゃん。そうだよ。ほら、日和お姉ちゃんも。それじゃあ、頑張ってね。ゆきちゃんも。また後でね。そうだね。終わったね。ねえ、どうだった？今度は私に勉強教えてよ。何よその嫌そうな顔は。どうしたのお兄ちゃん。ゆきちゃんからもお願いしてよ。何のことかな。ね、今日は私に勉強教えてって言ったらね、一人で頑張れってお兄ちゃん、ダメだよ。いいでしょ。お兄ちゃん。あー、やったー。よかったね、日和お姉ちゃん。じゃあ家に帰ってから行くね。もうお兄ちゃんは。それじゃあ日和お姉ちゃん。またね。ただいま。お兄ちゃん。そうだね。帰りなさいお兄ちゃん。あ、私見てくるね。お兄ちゃん、お邪魔します。今日もお願いね。うん、それじゃあ後でコーヒーでも持っていくね。そんなんいいよ。うん、気にしないで。うん、お任せだよ。勉強の邪魔になっちゃうよ。そうだよ。それじゃあ一緒に。あ、うん、頑張ってね。それじゃあお願いだね。えへへ、そんなことないよ。ちゃんと知ってるから。なんだけど、うん、こうかな。教えてよ。あ、そっか。あ、なるほど。お兄ちゃん、コーヒー入ったよ。はーい、休憩だー。ありがとうお兄ちゃん。いい香りがするね。うん、入れたてだよ。それで一休みしてからまた勉強だね。また教えてね。ちゃんと考えてるよ。ううん、なんでもないよ。それよりコーヒヒー冷めちゃうよ。うん、そうだね。ありがとう。お兄ちゃんのはお砂糖入ってるんだよ。そうなの？お兄ちゃんは結構甘党だから、ケーキとかも好きだよね。ふふケーキで思い出しちゃった。ゆきちゃん、あのね。どうしたの？この間ね。お兄ちゃん、それじゃ甘すぎだよ。そんなむちゃくちゃだよ。今日はありがとう。そんなことないよ。そうだ。あ、ね。明日も来てもいいかな。何よ、その嫌そうな顔は。ゆきちゃんはいいよね。明日来てもいいよね。もちろんだよ。ね、お兄ちゃん。はーい、明日も来るね。うん。それじゃあ今日はもう帰るね。お兄ちゃん、ごめんなさいお兄ちゃん、ちょっと寝坊しちゃって。ちょっと走らないといけない時間なの。ごめんね。走らないとダメだね。うん。あ、多分今日は来ないと思う。うん。間に合うかな。大丈夫だよお兄ちゃん。どうしたの？ちょっと遅くなった気が。2人とも息切れしてるよ。そうだったね。それじゃお兄ちゃん。ひよりお姉ちゃん、あ、待っててくれたんだ。ううん、そんなことないよ。うん。あ、テストとかどうだったの？私はちょっとできたかも。よかったね。頑張ったから。あ、ゆきちゃんはどうだったの？私、うん、ちょっと今日のは苦手だったから。私はゆきちゃんって万能だと思ってた。万能じゃないよ。もう、お兄ちゃん？それじゃあ、ひよりお姉ちゃん帰るの？このまま来た方が早いよ。あ、そうだね。いいかな？ね、お兄ちゃん。それじゃあ頑張ってね。うん。また後でコーヒーを持ってくからね。